うわすごい、実山地のあたりすげえ降ってた雨が、うちの方は降ってなかったけど、よいしょ、うわこれはでかいな、ベニー口、やっとね、やっとまとまった雨が降ったんで一気に出てますね、ものすごい勢いで、すごい、ものすごい勢いだこれは。ただ狙いの肝心のやつが出てないんじゃない？うわなんかちらほら、よいしょ、登れ登れ、色綺麗なのがね、三沖の赤山鳥、あこのぐらいがいいんじゃない、赤山鳥、帰りにしよう、帰り、よいしょ、登れ登れ、よいしょ、ほら、相変わらず疲れた。相変わらず花笠井口ね、これはでっきめですね、きつい、黄金山鳥、黄金山鳥ですね、あと2日である程度大きくなるな、キノコは、こんにちはだ、お昼、降ったり止んだりしてますね、雨が、あいや蒸してるだいぶ、標高332、ね、ここまで登ってくるまでが結構大変だな、で上の方そんなでもねえな、途中はね、もう始まってますね。キノコが。ちょっと下を降りながら見てみましょう。で、初夏の夏キノコは、南の方から生え出してきてたんですけど、この終盤というか夏終わりは、北から順に出だしてますね。夏キノコ。よし、ちょっと見てみよう。尾根に赤山鳥あるかと思ったらない。ないな。よいしょ。よし、じゃあちょっと尾根筋降りながら見てみましょう。聖高井口もないな、へ
着いた会うちはこれからかな。この辺とかね、聖高井口がないな結構上にニョキッと飛び出してるんで、生えてれば結構わかるんですね。で、傘の正面は白いんで、おお、雷鳴ってる。聖高井口はもう発見しやすいキノコかもしれない、うん。で、ベニウスタケもまだだな、上の方は。で、こっから一気に降りていく感じで。で、方便に白足口もない。まだ。この辺がね、出るんですけど、菊花井口。菊花井口ですね。まあ、あまり好きじゃないんで、取らないです、俺は。菊花井口が結構始まってるな。あと、ベニー口すごい。ベニー口。ベニー口すごいですね。かなり。ベニー口。あちこちね。ベニー口が。よいしょ。あ、こっちもか。こっちもベニー口が。すごい。もう真っ盛りですね。すごい形してますね。ベニー口。おお、なんだ。タヌキ、タヌキ。タヌキ行っちゃった。あ、いや、すごい。タヌキって5メートルぐらいまでは近づいてきますね。あの、すごい近くまで。うん、熱い熱い。もうあちこち見る見る。人形竹なし。全然見る気がない。菊花井口ばっかりだ。鬼、鬼、なんだっけ。鬼口もどきもないな、菊花井口。開いてますね。鬼口もどきもない。まだこれからだね。今こうやって出るってことは9月に出るのか。わかんないけど、すごい。去年は7月がね、あの第1ラウンド目が夏キノコね。今年は今になって出だしてるって感じで。聖高井口もなし。ないな、この辺。よいしょ。よし、もう少し下へ降りるか。卵竹がないんだよな、肝心の。今年はどうなっちゃってんだか。肝心の卵ちゃんがない。長さ井口はいいでしょう。これ取ろう、とりあえずね、これを。結構フラフラだ。暑いな。まあ、こういうとこ座るとね、すぐ昼が上がってきますね。雨降ったから。よし、撮りましょう。
よし、いい塩梅、いい塩梅。あれ、乳首すけてんじゃん。雷鳴ってるしね。よし、ゲット、赤山鳥。小さいね。うん。やばいやつ。卵竹もどき。黄色いからね、間違いやすいらしいですけど、放射状のね、筋がないですね、周りに。傘の周りに。卵竹もどき、毒キノコ。やばいっすね。一応ね、焦げ茶色変わりも映しとくか。色変わる、ほら。ここはね、山鳥ばっかり。すげえ雷鳴ってるな。暑い。ちょっとこの辺で切ろうよ、一旦。あ、卵だけ発見。奥山初。初卵。奥山初卵だけ。ちっちゃすぎる。取らない。小さい。あ、やっと始まったって感じだな。卵だけ。やっとだね。やっと卵だけ。汗がボッタボタ止まりません。よし、さっきのよりはでかいな。全然卵竹ですね。綺麗だ。あったった。なんだこの形は。こんなんなってる。微妙なグニャり方。ひでえな、これ。アメリカ裏目に色変わり。あとは、これも、すごいちっちゃくない、これ。これどう？何？あ、これもだ。アメリカ裏辺に色がある。やべえな、ちょっと昼いるよね、ここ。やばいやばいやばい。後ろね、身置きしたの大きくなってねえな。これやばい。なんかね、いろんな虫が寄ってきて。蚊とアブとハチ、すごいすごい。偽足紅口。全然紅ってねえじゃん。足紅ってないよ。三つ足紅口。足紅ってないです。うわ、かんと。これは海面竹でしょ。白海面竹。
こうやって単体で1枚だけで生えてるのはあの白海綿竹ですね。でまだ時期が早いんで、白海綿竹で超時期が早すぎる。こんな8月に、あとキアミヤシグチだっけ、なんかそんな名前ですよね。これ小金よりも色薄い、やっぱり小金ちゃんよりも、ほら小金ちゃんに比べて色がちょっと薄いですね、全体的な。ここに1本あるけど、これこれ1本あるけどね、他はもうとろけてなくなってる。これはウラグロ苦い口ってんだっけ、これは食えるやつだね。ちょっと持って帰ろう。すごい脂、昼もね、油断してるとすぐ登ってきますよね。昼すごい、やべ、すげえ土砂降り。今日もう中止ね、中止、今日終了です、終了。すごい雨、やっと降ってきたね。帰ってきた、すごい雨だったね。裏黒苦い口っつってもそんなに黒くないんだよな、そんなに裏黒ってない感じだよな。まあ一応ちょっと食べときますか、一回ぐらい。どう、泥とか、あ、綺麗なキノコだな、意外と。そんなにグロってないですね。なんかチョコレートみてえな色だな、これ。おお、なんだ、綺麗だな。中毒例、人によって中毒するっていうね、あまり食べない方がいいキノコ。で、バッチリ虫いますね。バッチリ虫がいる。すごい。このまま食べちゃう、俺は。もうお得意の。まあ一応虫がいるぐらいだから食えんだろうな。絵の部分、これは綺麗だな。で、ちょっとこれ半分にして、あ、これは大丈夫、全然。結構綺麗ですね。少し虫食ってるけど、どう、なんだ、綺麗だ、虫はいるべな、いずれにしても。がっちり虫いますね、びっちり動いて。もう食べちゃう、俺は。結構こっちはスカスカだ、あ、こっちも虫だらけ。まあ食っちゃいましょう。足グロってなかった、あ、じゃない、裏べに、裏グロってなかった。で、この偽足べに口、にね、足べにってないけど、これも食べちゃおう。
ちょっと半分に切ろう。うん、これは綺麗だ。これは綺麗ですね。偽足紅口パー。よし。で、このままちょっとね、足して、ね、少し煮ましょう。すごい。あ、ついてな。おぉ、できたできた。いやー、すごい。グラグロ苦い口のもつ鍋ね、一回作ると食い切んないですね、もつ鍋も。よし。で、味噌はね、去年あたり冬に作った赤だしの味噌ですね、使ってますね。これがまた味噌鍋は合うんですよね。この作り置きしといた味噌が、おお、いいね、いいね。よし。では裏黒苦い口、ちょっとメガネしよう。裏黒苦い口いただきます。すっごいね、キノコの香りもいい。ではいただきます。虫も一緒にいただきます。うまい、キノコうまいですね。裏黒苦い口全然苦くない。いや、エアはシャキシャキ。うん、うまい。で、この傘はトゥルトゥル、プルンプルン、あ、プルンプルンじゃない。うん、少しコリコリして美味しい。歯ごたえもあるし、なんだ、エグチの中じゃ相当うまい方かもしれない。ちょっともつも一緒に。美味しいな。ニセアシベニグチね。これはちょっと同定するの難しいかもしれない。足ベニってなかったんで、ただまあ毎年食べてるキノコなんで、初物いただきます。まあ、エラーシャキシャキしてるけど、傘がね、ぬめっとしてますね。まあ、まずいキノコではないかなっていう。よし、もうあとバンバン食って、終わりにしよう。ちょっとね、スープが黒くなりますね、イカスミみたいに。まあ、人によっては中毒するんで、これね、中毒するみたいなんで、まあ、1、2本食べる分にはいいでしょう、全然。うん、夏にうまいな。よし、ではまた。夏にもつ鍋美味しいですね。目がシャキシャキして、ゆっくり食べよう。そんなに、過食しなきゃ大丈夫でしょ。結構美味しいキノコですね。鍋がうまい。